Love, brightness, soul. ままン前編では5年前に発症したパニック障害についても伺いました。 想像を絶する辛い日々だったことが伝わってきましたが、同時にその時の奥様の死んでいいよという言葉、なかなか言えない一言だなと思うので、その器の大きさにも感動しながら伺いました。伊藤さんの作品はまっすぐなメッセージとともに、優しくてまるくてあったかい書画が描かれていますが、 今回ご本人と初めてお会いして嘘偽りのないまっすぐな瞳を見て作品の原点を垣間ま見ることができたような気持ちがしました当日の会場の様子は私のブログにたくさんの写真とともにアップしていますのでご覧になってみてくださいそれでは最後までお楽しみください言霊インタビュー それではゲストをお迎えします。心の書画家伊藤和樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前編後編とこう続けて収録するんですが、はい、その間の休み時間が、はい、このトーンとは真逆のね、いやもうやいのやいのここで皆さんとね、やりながら。はい、でまた今日この会場が私たちいる場所、はい、ここ蔵なんですけれど。あ、うん、蔵なんですよね。えー 実際に酒蔵の使われていたところが、リノベーションされて、こういうふうにギャラリーのように、上で私たち打ち合わせしましたけど、2階もおしゃれでね。したね。で、また今日結構暑いんですけど、この蔵に一歩入ったら、やっをつけてるっていうぐらい、ひんやりしていて、すごいですね、この日本の この建物、それこそ、かずきさんね、はい、建物って携わっていらっしゃいましたけど、ね、古くからのこういう知恵ってすごいですね、いやすごいと思いますね。なんで、書道の世界でもやっぱそれは同じことが言えるので、えー、歴史が長いので。そうですよね。はい、あの、今日、まさにあの、前編でもね、ちょっと触れたんですが、はいね、私の隣には大きな屏風のタイプの、はい、はい ここにはメッセージなんて書いてあるんですかこれは、出会いは命を輝かすという言葉が書いてありますそして、はいえー、隣に天女様。そうですね、観音様なんですけど。観音様、はい、可愛らしい観音様で、はい。ありがとうございます。和樹さんの書かれるこうした絵に出てくるね、はい、あの、お地蔵様だったり観音様、はい、本当に見てるだけで、はい 癒されるっていうのが分かりますね。そうですかね。なんかこう、ほどけていくっていうか、はい、こっちまで見ながら、ふってしちゃうような表情を皆さんされていて。はい、で、逆に、はい、和ずさんの側の隣にも、一つ作品を飾っていただいてるんですけれども、 藍色の,、はい、あの丸でドーンと描かれて、ねはい、真ん中にちょっとあの金色で重なった円が描かれていて、はい、これは書画といっても、そうですね。藍ですかこれ本当の藍染めの藍を使って,描いてますあ。そうなんですね、はい。やっぱ書でも今現代アートとかも流行っているので、ちょっと抽象画と言われるものですけど、えー、ずっとこう10年近く言葉を書き続けてきたんですけど、なんとかこう生きていく上で、 言葉にならない気持ちってあるじゃないですか。言葉にしちゃうと何か違って伝わってしまったり、でも、あえて言葉にしない世界っていうのもすごく大事なんじゃないかと思いまして、えー、で、2年前ぐらいから、なんとこう、抽象的な作品も描くようになって、えー、で、これは、まあ、リバースっていうタイトルなんですけど、えー、再生とか復活っていうタイトルなんですけど、えー、実はその、パニック障害の病気になって、元気になった頃に描いた、 つつのリングははは僕なんですけど下は次男なんですよ、えー、次男が生まれた時に僕はまだ寝たきりだったんですけど当時0歳児のその次男を見てた時にあ僕はもうこの0歳児の次男と一緒だと思えばいいって思えて僕今この次男のように人の手借りないといけられないし次男と同じように自分の力では外は出かけられないしじゃあ この次男と一緒にこれからまた一から自分の人生を再スタートしていけばいいんだって思ってリバースっていうタイトルをつけてこの作品を書いたんですえ、これも和紙ですかこれも和紙ですね。どうですかこのやっぱり書とこうした抽象画のような作品っていうのは、はいはい 違うものなんですかこの描く、そうです、ね。僕の中では一緒なんですけれど、やっぱ見てくださる方の印象が随分違うなっていうのは思います。やっぱり抽象的なものってこう、ご自身の世界の中で想像して楽しんでいただけるっていう面白さがあるので、えー、言葉はこう限定してしまったりもするんですけど、なんでこう、いろんな、その見てくださった方の視点で楽しんでもらえるっていう意味では、また今まで。 書いてきたものとは違う,こう楽しみが自分の中にもありますね。えー、あの10年ほど前に、あれは自費出版ですが、はいはい、出された本、紗来広之さんからお借りして、はい、今日聞いてびっくりしました、えーあの。読ませていただいたんですけれど、はいその、路上でメッセージを書くということをされていたときに、はい、ある一人の女の子との出会いのエピソードも載ってましたけれど、はいはいはい あの、それこそ、はい、その女の子が、親御さんの目の前で、自死しようと、うん、うんうね、思っていた日に、かずきさんと出会って、はい、で、メッセージをあげたら、うんはい、そのことをとどまったと。そうですね。で、感謝を伝えに来てくれたっていうことが、はい、 頭で書かれてますけれど、はいはい、そういう出会いっていうのは多いですか多いですね。前編で、まどかさんがその、ご自身の活動の,活動の中での分岐点って何かありましたかって聞かれた時に、もう一つお話ししたかったのは、多分その14歳のことの出会いで、はい、当時僕まだ駆け出しで、こう、路上で言葉を書き始めてた時期だった時に、その子が僕の目の前に現れて、で、一回言葉書いた時に、すごい、ね、号泣して、走り去って、 で、僕、最初傷つけたと思って、うわあ、申し訳ないなと思ってたんですけど、また2週間後にその子が会いに来てくれて、で実は、親の目の前で自殺をするってもう決めていた日に、伊藤さんと出会って、あの、伊藤さんの言葉を見て、生きようって思いました。本当にありがとうございました。 って言って帰っていかれた時に僕は当時本当にいろんな方に迷惑をかけて仕事がうまくいかなくて失敗して家族にも迷惑をかけて離婚してこんな僕が人様に言葉なんてこう書いていいんだろうかって自分を責めながら活動を始めていたんですけどで,でもそんな僕でもこう一人の女の子の命を救うきっかけになれてでもかたや明日命を絶とうと 決めていた彼女でさえ、一人の無名の作家に、いや、あなたの言葉でもね、こう人の力になれるんですよっていうきっかけをくれたと思うんですね。うん、で、そうなった時に、窓川さんの言う魂の価値はみんな同じっていうこととリンクしてくるんですけど、うん、なんでこう、僕も病気になった時、本当に誰とも必要とされてないんじゃないかとか、社会に置いていかれるような気持ちになる、なったんですけど、 でも、そんな時でも、当時のその14歳のことの出会いは、やっぱり未だにこう、励みになってますし。<ー>はい。その時は、なんて書いたか覚えてますかその時も、その自分に書いた、自分の歩幅でいいって、ゆっくりだっていい、とにかくゆっくりでいいから、もう一歩一歩ちゃんとこう、歩んでいくっていうような言葉を書いたのを覚えてますね。そうですか。うん、そうやってその、路上で、メッセージを書くっていうことは、どのぐらいされてたんですか、はい、期間が 1>, ?1 年ですね。 一年でお声がかからなければ、僕辞めようって決めてやってました。例えば、あの、古典のお話とか、何か仕事の依頼、作品の依頼が、はい、路上出なくても食えるようになるまでお声がかからなければ、もう辞めよう。目標設定っていうんですかはい。そういうのを決めてやってました。で、その一年間の間に、はい、じゃその道が開けていったんですか、はい、そうですね。 あの、僕の言葉の中で覚悟を決めた時、動き出すっていう言葉があるんですけど、当時そう決めて、これ本当に面白いんですけど、決めた翌週に、僕の知人の女性が愛知県の豊田市のあの、ギャラリーカフェで古典をしませんかっていう声をかけてくださって、<ー>で、書道の経験もなければ古典の経験もないので、額の買い方も知らないんですけど、自分なりにまあ、お金がなかったので、安い額を仕入れて、作品を入れて、 当時10点ぐらい展示させてもらって、なんかそういう路上でのことの経験をお話し会付きでやりましょうっていう<ー>はいやらせてもらいました。その時どうでしたか？その時はなんか恥ずかしかったんですけど、人のねこう力に微力ながらでも慣れてるのかなって。 って感じられたので、一つの自信につながりましたし、<ー>でもこう、未だに僕、売り込みとかって本当しないんですけど、その時からずっとこう、術つつなぎでお仕事が今でもずっと続いてるので、<ー>だからこう、目の前のことを、まあ、目の前の人というか、自分なりに大事に生きていくっていうことの大切さは、まあ、路上だったり、一番最初にいただいたその古典の話、 の時に、えー、今、お住まいは岐阜県ますね。はい。岐阜県の岐那市のえなし那市。はい。あの、観光大使にも就任されたっていうのは、いつ頃なんですか、はいはいはい、そうですね。もう今決まってるんですけど、<っ>正式な就任式が6月の19日。 の日に、ええ、主任、式に呼んでいただくので。あ,あ、そうですか。はい、そうすると、期間はあるんですか期間は何も聞かされてないので、友人で一人同じ地元で観光大使やってる子いるんですけど、ええ、期限なくずっとやってるので、ええ、多分そんなないんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ今後、観光大使としての諸学家、はい、心の諸学家の活動としては、どんな感じのことをされてる、はいまあ、行政からは特に何か今のところ言われてることはないので、<laughs> ええ まあ、今まで通りやっていきたいなとは僕自身は思ってますね。<ー>まあ、地元にギャラリーがあるだけで今、各地からいろんな方がエナに、部地のギャラリーに来てくださって、はいで、そこで地元のエナの周辺を観光されて帰っていかれる方がいらっしゃるので、<ー>まあそういう形で変わらず、 続けていけたらいいかなと思いますし、まあ、えー、こういう外で出た時に、えなし、えなし、えなし、<laughs> えなしっていうだけでも、そっか。魅力ながら力になれたらなと思いますけど。えー、それから2019年は、はい、そういった意味では本当大きな年じゃないかなと思うのが、はい、応援会も発足となったんですよね。それは経緯はどういうそれは僕の地元の本当にこう人脈のある男性がいて、 元々僕、うちのギャラリーの大家さんだった方なんですよ。えーえー、地元では本当に名前の知れてる、もう頼りのある方で、で、その方がある日、うちのギャラリーに来られて、あの、かずくんの講演会を作りたいと思ってるんだけど、一応本人の了解を得ないといけないからってき言いに来てくださって。えー、嬉しいですね。そうなんですよ。で、本当にお世話になった方なんで、まあその方に頼まれたら僕ははいかイエスしか言えないっていうような方なので、<laughs> <laughs> わかりました。ごと、えー、さん、あの、ごとさんって言うんですけど、あの、ごとさんだったらもう信頼してお願いできるなと思ったので,、えー、で、また病気した時に人の力借りればいいって、どこかでこう、自力でやってきた人間が、あ、あの、他力の世界を受け入れてもいいんだって思えていた時期でもあったので、えー、じゃあお願いしますっていうことで。あの、作品を描く時っていうのは、はい ご自宅のそのギャラリーでどういう感じでこうスイッチを入れるんですかもう自分の好きな音楽をかけてちょっと外部とはシャットアウトしてで作るときも一気にグワって集中して作りますね何日かに分けてとかではなくて例えば展示会が先に決まっていたら2、3日でも一気に集中してなんてもうバッて作っちゃって もうそこからしばらく何もしないっていうか。はあ、はい。私のこの隣にある屏風タイプのは、はいはい、高さで言うと、これ140センチぐらいありますかそうですね。150 1四五50センチありますよね。ねで、こういうものを揃えるのも大変ですよね。うんうん、そうですね。それが僕は本当についてると思うんですけど、業者さんが、今こういう屏風安くあるよとか、えー。 僕自分のホームページがあるんですけど、友人がややずくん作るよとか、だから自分で何かしようっていうのがあんまりないんです今は。昔はガツガツ、ちょっとギラギラしてた時期もあったので、うんうん、いっぱい自分から自ら発信してたんですけど、20代の時にやりきった感があって、うんうん、今そういうのが全然あんまり僕はなくて、だからそんなに夢とか目標も僕ないですし、<ー>よく聞かれるんですけど、本当なくて。 それもやっぱ病気の話ばっかりになっちゃうんですけど、いや人からお,お願いされるってどんだけありがたいことかって思うんですよね。まあ無理なことは無理できませんって言いますけど、できる範囲のことであれば分かりましたって、やってるうちになんか思いがけないお仕事いただいたり。うん、あでも理想ですね。 そうですかね。え、ね、アーティストとか、フリーランスで活動してると、な、はい、って、次の決まったものっていうのはい。なかなかないじゃないですか。はい、そうですね,ね。さっきおっしゃってた、術つ,つなぎでずっとお仕事が、そうやって依頼が来てたっていう、はい、それだけですごいなって思いますよね。ああ、ありがとうございます。でも本当にそうなんですよね。多分この会場で一番僕のことをよく知ってる方が来られてますけど、ね、そんな感じですもんね。へ<ー>、はい あの、ギラギラしてた、その20代、はい、どういうふうに頑張ってたんですかいや、もう本当に、あの、自転車操業で、とにかくじっとしていられなくて、止まってるのが怖いみたいな。そう、もう初学科になって。なる前。前。前ですね。ああ、じゃあ、あの、その建築系のお仕事をもうめて、当時、キラキラ塾っていう、神さんが命名した塾なんですけど、<え>本当これ今日のこれぐらいの2、30人の方を集めて、 一人こうゲストの方をお呼びして、はい。まあ、いわゆる講演会とかワークショップを毎月開催してたんですよ。あ、すごい。で、これも本当にありがたいんですけど、あの、集客に困ったことが5年間一度もないんですよ。えー、集客で一番大変だと思うんですけど、いや、えー、なんか、かずい君が呼ぶゲストだったら行くよとか、えー、で、一回参加してくださった方がもう次の来月の予約もして帰って皆さん行かれるんですよね。えーすごい なんで、未だに伝説のキラキラ塾って言ってくださる方がいるぐらい。どのぐらい期間続けられたんですかもうほんと丸5年ぐらい。五年なんで月に1回のペースで月に回ですね。総勢60名ぐらいの本を出されている方、テレビに出ている方であったり。あじゃあそれぞれの,著名,の著名な方たちをお迎えして。はい、なんで、その方たちの、ね、こう人様の前で話している姿と、でもオフになっている時の姿も拝見して、でもその時に、 ああ魂の価値はみんな同じっていう、窓子さんのおっしゃってる意味が本当に一致するんですけど、<ー>いや、一緒だよなって結局、僕らこう、どうしても若い時、その20代の時って、なんかこう輝いてる人が羨ましくて、その人の姿を追っかけて、 自分でもない、他のなんか、こう他人の自分になろうとしていて、それがすごく苦しかったんですけど、でも5年間ずっとそういう方たちとこう関わっていく中で、昔の方が本当に残してた言葉で人は人、自分は自分なんだなって思えてから、その時にやっぱりこの今の心の昭和っていう道にも、 こうシフトしていたように思いま,す、ね、うんまたキラキラ塾は再開はしないんですかあの、なので、たまに聞かれるんですけど、えー、僕にとっては古典をするじゃないですか。古典、はい、もキラキラ塾みたいなもんなんですよ。 うちのギャラリーの生徒さんだけで60名ぐらい生徒さんがいるんですあ、そうですか。他県、名古屋と半田市っていうところに、愛知県の半田市っていうところにも生徒さんがいらっしゃって、全部で100名弱ぐらい生徒さんがいる中で、うちのギャラリーでも名古屋に行くときでも、その場を作るときはもうキラキラ塾のような感覚で場を作るんですよ。どんなふうにですかそれは、とにかく調和、楽しむことで、 教室が終わってからの時間、アフターの時間をすごく大事に僕はしていて、教室もうちの生徒さんとやるときはちゃんとやるんですよ、集中してやって。 でも終わってから、もうそこからはもう先生と生徒の垣根はちょっと越えて、世間話をしたり、みんなでランチを行ったり、えー、うちのギャラリーもまあ小民家なので、えー、みんなでお茶お菓子食べて飲んで、ワイワイやって、えーで、そうするとだんだん生徒さんたちも、あの、書画を学ぶという楽しさと、もう一つ付加価値で、そこで仲間ができるんですよね。 いいですね。仲間ができてで、仲間同士で、まあ、僕より本当に人生の先輩方ばっかりなので、生徒さんは、えー、もう自分の母親ぐらいの方たちばっかりなので、やっぱり共通の悩みがあったりとかで悩みの相談されたり、そういうアフターをすごく大事にしてると思いますね。そうですか。うん あでもそんなに生徒さんがいらっしゃるんですね。そうですね。ありがたいですね。可愛がっていただいてます。はあ、じゃあ。学ぶの方々、ね。学ぶの方々になんか本当にそういう、もうギラギラじゃない、抜けた先で、すべて整ってる感じですね。そうですかね。神さんには古典版ですけどね。<laughs> まあまあ、はい、どこもそうですよ。そうですよね。どこもそうです、そうです。家庭に帰ると一番格が下なので。<laughs> 息子よりも。パパ頑張れですね。はい、頑張ります。<laughs> じゃあ最後になんですが、はいえーま、ゲストの方に皆さんお伺いしている人生のミッションなんですが、はいはい、和ずさんにとっての人生のミッションなんですか、はいはいはいね、非常に困る質問なんですけど、<laughs> 僕は本当に夢とかも食いもなくて、でも、あの、一つ言葉を書くときに一番大事にすることがあって、それは、あの、本当に自分が体験してしたこと、自分が本当に目の前で見たことを、 作品に描くって決めてるのでそんな人生をあの死ぬまで生ききてていきたいいたなと思っまます、はい、まだまだねこれから活動も長いですしそれこそ応援会も発足して。はい 作品もいろいろなところで見ることできるんですかね、はい、私たち。そうですね。あの、今日それこそ、まあ、あの、孔明院っていうところで訪問させていただいたので、そういった神社だったり、えー、先週は、あの、群馬県のお菊稲荷神社っていうところの、豪天井っていう、まあ、四角いマスの天井を描かせていただいたり、そういうところでも見ていただけますし、まあ、岐阜県の江那市の ここに来ていただければ、自分の常設ギャラリーがあるので。ではい、朝ドラのロケ地にもなったところなので、まあ、えー、観光をおがてら。見に来ていただければと思います。えー、じゃ、あの、ぜひ、うん、あの、ホームページのね、リンク先もこの番組にも貼っておくので。はい、ぜひご覧になってみてください、はいえー。ということで、今回は本当に貴重な時間、この長野県で。開催することができまして。そして、あの、ご縁ある皆さんにこうして、この場を共有していただいて。インタビュー収録、どうもありがとうございました。はい